はい、皆さんこんにちは、教育係長と申します。マネージャーです。はい、今回ですね、トーマスのですね、元社員の方にお越しいただきました。で、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。トーマスって、はい、マネージャーもいろいろこう調べたりしてると思うんですけど、はい、謎に包まれすぎていて、よくわからないんですよ。今日お越しいただいたので、トーマスってそもそもどういう現場の実態があるのかっていうのをちょっと聞いていこうかなというふうに思います。で、そもそも辞めたのは何年前ぐらいですか？3年ぐらい前になりますね。じゃあちょっと聞いていきたいかなと思うんですけど、トーマスといえば高級ブラックなイメージなんですよ。めっちゃ金もらってるけどブラックみたいな。ちょっと実際はどうなのかなと思ってるんですが、結論としては結構ブラックですか？ブラックかどうかで言うと、トーマスに近いのかなとは個人的には思ってます。なんでそのホワイトだって言えるんですかね？以前はかなりブラックだったのは事実だったようなんですが、その最近は特にホワイトになってるようで、今から10年ぐらい前ですかね、2014年に文書決算のちょっと件がありまして、かなり大ごとになったんです。まあ、その時に売り上げ至上主義っていうのがかなり問題視されまして、何時間働いても売り上げさえ上げればいいのとか、どんな手段を使ってでも売り上げさえ上げればそれでいいんだっていうところが、まあ、こう会社として変えていかなきゃいけないよねっていうことで、働きすぎるとかっていうところにもメスが入って、まあ、最近はそんなにブラックじゃないのかなっていうようなところがありますね。ああ、なるほど。トーマスが粉飾した話って、もうちょっともう全国ニュースになったぐらいのレベルだったじゃないですか。かなり大きな額粉飾しておりましたので、粉飾が発覚した、こっからトーマスは生まれ変わったわけですよね。そうですね。やっぱり働き方の部分もそうですし、やっぱりいっぱい駒を取らせて売り上げを計上するみたいなこともやっぱりなくなってきているので、企業のその体制としてもある程度誠実になってますし、顧客に対しても真摯な対応するようになってきているのかなと。だから、まあ、そういう強引なやり方をするんだったら上場しないべきっていう感じになりますよね。そうですね、やっぱり塾業界の上場してる会社さん、そんなに多くはないかと思うんですが、やっぱりその労務管理みたいなの結構うるさく言われるかと思うので、上場してる会社なんていうか使命というか、まあ、それはやっぱりこの理想教育とかトーマスもになってるのかなと。じゃあ生まれ変わったトーマス、まあ要するに現状のトーマスの話をちょっと聞いていこうかなと思うんですが、今新卒の採用を多分始めて何年か経ってると思うんですが、トーマス昔中途しかなかったですもんね。そうですね、新卒採用が3年前から始まっていて、今度入ってくる2023年の4月に入ってくる方々は4期生になります。昔はそれこそどこからかの業界から転職してきた中途採用、30代ぐらいの方が多いんですかね、しか採用してませんでした。しかも営業職でバリバリできる人みたいな感じですよね。そうですね、営業職でものすごい輝かしい実績を上げてきた方々で、ちょっと教育っていうのをやってみたいよっていう方だとか、この人すごいなと思った方だと、証券だから金融系のところからトップセールスみたいな方が教育に興味がありますって言って移ってきて、それこそ現場の頭を張ってるっていうようなこともあります。なるほど。まあ、じゃあ今現時点においてはそういう人たちってのはちょっと少なくなってきてるわけですよね。そうですね、新卒でコスト上げていこうっていうことがあるので、その割合としては少なくなってきてますね。とはいえその事業自体は拡大させていっている時期なので、絶対数としては多分これからも増えていくのかなと思います。わかりました。じゃあ給料っていうのはどれぐらい最初もらえますか？新卒採用の場合には月額24万円、1日7時間でみなし残業がなしなので、結構新卒からいっぱいもらえるのかなと。その基本給が24万円ですか？なんかいろいろ込みの会社もたくさんあると思うんですけど、正確に言うと役職手当みたいなものが2万円ぐらい確かついてると思うんです。で、1万円は、解禁手当、要するに普通に1ヶ月働けばもらえるっていうのが1万ぐらいついていてだったと思います。ってことはじゃあ基本給22万ぐらいあるってことですよね。そうですね、いわゆる普通の会社でいう基本給ってつくようなものが22万ぐらいあると思っていただければいいかと。残業はしたらした分だけきっちり支払われます。なるほど。じゃあ仮に新卒の場合は月残業ってどれぐらいあるんですか？月に5から10時間ぐらい、本当にたまに残業するとか早くちょっと行くとかそのぐらいで、もちろん繁忙期とか忙しい講師だと、まあ、月10とか20とかって方もいらっしゃると思うんですが、そんなに何十時間働くってことは一切ないです。事務業界だと中堅ぐらいの位置に入ってくる年数で、まあ、4、5年目ぐらいだと思うんですけど、
そういうより中堅ぐらいになってくると残業時間というのは少しやっぱ増えてくる感じですか。やっぱ役職が上がればなら残業します、増えてきてはしまいますね。ただいわゆる1年でだいたい役職が1個とか順調に上がっていった場合、4、5年するといわゆる教室の校長と言われる立場だったりとか、それから校長のすぐ下の立場だったりするんですが、そうなってくるとその残業がやっぱり月20時間も少なくなってそのぐらいで、多いで30時間40時間なんですが、給料自体も大体年収換算で600万ぐらいもらえるので、働く分だけ給料も増えていくっていうような形態になってます。じゃあ残業時間はもう月200とかできちゃうんですか。残業時間は月にその基本的に、1日2時間とかすれば40ぐらいになると思うんですが、塾業界って定時が大体22、23、23時ぐらいになるかと思うんですが、トマスの場合には全校一括でセコムが管理してるんです。23時になるとしっかりこうセコムのなんか警備がかかるっていうんですかね。なので23時半とかもいると、そこを申請したりしなきゃいけないんですよね、許可申請みたいなことを。そうすると上にバレてしまうので、当然それはまずいということで、後ろに引っ張れない以上残業はそんなにできないっていうのが現状になってます。23時に仮にじゃあタイムカードを切ったとしても、そうすると今度はセコムが管理になるから、校長が残ってると校長が不審者扱いされるわけですよね。そうです。あのタイムカードを切ればいいっていういわゆる塾業界あるあるは通用しないっていうのが、いい制度を作ったなと思ってます。すげえな、23時以降はセコムが入ってくるってなると、さすがに23時までに帰んなきゃってなるから、生産性も上がったりして、短い時間でどれぐらい成果を上げるか、特にこだわり始めるわけですよね。そうですね。なので他塾の方から転職してきた方とかだと、ってみんな大体始まり言いますね。でこっそり聞きに来て、23時とか以降もやりたいことがあるんですけど、ダメですか、ダメですっていうようなくだりが大体毎回ありますね。あ、それってマイペースに仕事をしようとする人には絶対向いてないですよね。かつては売上至上主義って言ったんですが、今はどっちかというとその生産性とか短い時間でどのぐらいこういいパフォーマンスを発揮するか、実力っていうのがかなり問われる状況ではあるかもしれないです。人が10時間でやる仕事を7時間でやれということですよね。ちょっと能力高くないとさばききれないですよね。結構できない人だと持ち帰って仕事したりとかにもなりますよね。やっぱりその時間のないかで終わらないと、上司も終わらない仕事を振ってるっていうことになるので、そうすると評価も上がらないんですよね。そうなると上司もその人それぞれの適性とかを見ないといけないし、あとはその上司がそもそも非効率なことやっていると学ぶことがないので、当然その部下もそうなる、そういう人が上につくとまずいので出世はしないと、結構合理的なシステムになってます。めっちゃ汚れてきた。すごい。すごいわ。結構なんか割とアマゾンとか結構一流の企業もそういう感じですもんね。いや、そうだと思う。いわゆるその何時間で働いていいから達成させろみたいなじゃなくて、決めた時間内で達成させた人しか出世させない。理由はその残業して出世するとまた部下に残業を押し付けて、その売り上げを上げようとしたりとか制度数確保しようとしたりするから、そのダメですよというようなスタンスなわけですよね。そうですね。やっぱり上の立場にいる人は自分が残業しなくてできたことだから、こういうふうに教えたらできるんじゃないかっていう方を昇進させていく。で、役職が下の方々はパフォーマンスというかいうのが高ければ当然昇進するんですけど、上司は部下が昇進しないと自分がそれ以上上に行くことはないので、当然そこら辺のこうなんていうかマネジメントはしっかりやるよねというようなシステム。なんか他の会社とかだと追い抜いちゃったりとかするパターンとかってあると思うんですけど、これって本当は良くないですよね。だってこの人が体力めちゃめちゃあってゴリゴリ体育会系で昔早稲田でラグビーやってましたみたいな人だと、いくらでも働けちゃうから残業しまくってわーって上に上がってると残業する分が会社に浸透しちゃって、もう全体がブラックみたいなことになっちゃうわけですから、うまくできてますねだいぶ賢く考えたなという感じですね。わかりました。ちなみに役職ってその下から上までどうっていう感じですか。大体1年に査定は2回あって、2回といっても、本査定みたいなのが1回。で、よほど活躍した人は年に2回昇格するような形なんですが、一般職の中でいうと、部員、主任補佐、主任、主事、係長っていうふうに一般職が上がっていくんです。で、それ以上になると、いわゆる校長っていう役職になって、それが大体こう、
まあ、社内では課長補佐っていう言い方をするんですが、管理職に上がりますと。そこからこうだんだん課長、次長、副部長、部長、副局長、局長、役員と、なので全部で10段階ぐらいの役職が用意されています。エリアを管轄するのと何調理なんですか？エリアを管轄するのは次長という役職になります。次長まで行くと大体年収どれぐらいなんですか？あのよくこれあの上の方が言ってたんですけど、次長まで行けば1000万だと。やっぱ高級じゃん。やっぱり高級やんっていうね。なるほど。これも、まあ、昔の話だと思うんですけど、ボーナスがもうやたら高いみたいな、とんでもない金額振り込まれるみたいなことを聞いたことがあるんですけど、今やっぱ体制が変わってるからどれぐらいになっちゃうんですか？昔はそうおっしゃるように不動産営業とかに近いような形、売った分だけ何パーキャッシュバックがありますみたいな形やってたらしいんですが、今はこの売上の成果に応じて月のどのぐらいもらえるかっていうのは、大体1.5ヶ月分ぐらいが年に2回なんで、どんなに売り上げても多い方で3ヶ月分ぐらいもらうような形で、少ない人だと1ヶ月分ぐらい、こんな感じでやってます。なるほど、わかりました。トーマスで完全に1対1を推しているじゃないですか。あれ実は1対2でやってるみたいなことないですか？それはやっぱりあのすごい個別あるあるだと思うんですが、トーマスの場合には本当に1対1しかやってないです。本当にですね。 100% ですよね。 100% です。これは全校舎 100% 1対1でしかやってないです。トーマスってそのブースになってるわけですよね。ブース行き来して実は1対1みたいなこともないですよね？ないです。じゃあ生徒が100人いたら先生も100人いるが正しいですか？そうです。ってなると当然人件費ってめちゃめちゃかかるはずなんですよ。トーマスってなんか授業料公開してないんですよね。分かる範囲でいいんですけど、なんか何年生はいくらみたいなのって教えてもらえます？学年によって小1から高3ぐらいまで、その上がれば上がるほど少しだんだんこうなんていうか授業料が上がってきはするんですが、例えば小学6年生の場合ですと、まあ、週に1回授業を取る場合ですね。そうするとまあ月に大体4回か5回ぐらいあるかと思うんですが、これであの月額4万700円、なので一コマ換算すると大体1万円ぐらいの授業料で設定しています。まあまあ高いね。まあそれは1対1ですからね。もうそれはしょうがないことですからね。わかりました、ありがとうございます。でちなみになんですけど、トーマスってなんかすんごいお金持ちの方が通ってるイメージがあるんですよ。生徒の顧客単価ですよねみたいなのって大体でいいんですよ。体感でもいいんですけど、一人当たりどれぐらいが多いとかってありますか？まあ、もちろん人によってまちまちで、あんまり駒を取らない方からいっぱい授業を取りたいって方までいらっしゃるんですが、ざっと平均すると月額そうですね、10万から20万ぐらいの方がこうボリューム層なのかなと思います。でも小中学生で10万円ぐらい払うわけですよね。まあまあと結構高い方ですよね。小学生中学生のうちから月10も払えるのって、ご家庭にお金がないと絶対無理だと思うんですけど、4個まで4万700円ってことは別に普通のお金も入ると思うんですけど、増やしていけば増やしていくほど目的10万とかでいっちゃうと、ちょっと一般家庭だとちょっと負担重いかなと思うんですよね。顧客層のそのお子さんの保護者ってのはこういう方多いとかってありますか？やっぱりあの医師だとか弁護士だとか、そういったいわゆる資料に従事されてる方と、経営者の方が多いかなっていうのは印象として受けますね。ちなみに見た中で月に最高額どれぐらい見たことありますか？私が担当していた生徒だと書き講師だったと思うんですが、大体80万円ぐらいの方が1名いらっしゃったかなと思っています。すごいですね。すごいですね。僕ブログで結構昔のブログだったんですけど、あの月100万払ってる家庭があるみたいな聞いたんで、その辺は粉飾を経てもあんま変わってないというか、顧客層はあんま変わってないわけですよね。あの授業の価格自体はやっぱり多分昔とでもそんなに変わってはないと思うので、100万とかっていうのもあながち今も間違いはないかなと思います。ですよね。確かにそれも夏期講習の時期って書いてあったと思うんで、トーマス1本のお客さんと他塾兼任してる方がいると思うんですけど、トーマス1本の方だと結構単価高い感じですよね。そうなりますね。やっぱり受験を本格的にやろうとすると、当然その集団塾と同じぐらい勉強するってなると、月額30万とか40万ぐらいお支払いになっている方もいらっしゃいますね。なるほど、やっぱ増えそうですよね。
ブリストの方が顧客になってくると、お金は払えるんだけども、その要求してくるもの高いみたいなあると思うんですけど、なんかそういう話とかあります？当然やっぱりそれはその通りで、例えばその講師の方はアルバイトの学生さんが多いので、こんだけ払ってるんだからこういうことをやってくれよとかっていうような、まあ、こうご要望のご提案いただくこともありますね。あとは例えば面談だとかで、社員がお子さんの成績はこうでこれこうで、ここをこうした方がいいですっていうようなそういった場があるんですが、その時にやっぱり経営者の方からすると、なんていうんですかね、何言ってんのこの人ってなることは多分あると思うんです。そうすると、まあ、変えてくれとももちろん大人なのって言わないですが、こっそり大会になったりとかことはありますね。まあ、顧客のちょっとレベルが高すぎて怒られるよ。そう、要するにお金を稼いでるからこそ、相手がどういう人物でどれぐらいの教育レベルを持った人間かっていうのが、わりかしすぐ見抜かれちゃうってことですよね。やっぱり受験指導していると、まあ、たまにごまかすことってあると思うんです。まあ、じゃあ進学実績でこのぐらいの成績の子はこういう学校に行きますとかっていうのを、まあ、少しごまかしたりとか、あとはなぜこれをこ何個も取らなきゃいけないんですかっていうところをちょっとこう、なんていうかファジーに言って売り上げにつなげようとかってすると、経営者の方からすると、うん？って思うのかなと思います。そうですよね。それはその人相手にしてこれだけ米増やしてくださいって言ったら根拠はってそうなりますよね。さ、すぐ見透かされるに決まってますよね。だからその子にとって適切なものをやっぱ用意して説明できるならないと、あ、ダメだってすぐ見抜かれちゃうわけですよね。そうですね。まあ、経営者の方もやっぱり賢い方なので、それを口には出さないけれども、この人はもちろんやっぱ信頼できる方とか、この人はちょっとなっていうのを内心を持っていて、そういうところがあるから提案が通らないとかってこともあります。じゃあなんかそういう面談の仕方の研修とかもあったりするんですか？ありますね。役職の高い方々がここはこういうトークをして、こういう風に喋ろうっていうのをロールプレイで3つついて30分やったりとかっていうの、結構研修は充実してます。まあ、そりゃそうですよね。それをクリアしてきたから上に上がったわけなんで、当然教えられるってことですよね。高い金額を払ってるからこそ顧客の見る目も厳しいよってことですね。なのでやっぱり準備をしてないとか、人の話を聞かないとかですかね。教育業によってる方とかだと、対等な会話ができないってことは多いですね。今の名言ですよ。なるほど、確かに。まあ、これはトーマスなの の、まあ、その制度のあれだと思うんですけど、教育ばっかりによってると経営者にそりゃいい提案できないですよ。何言ってんのこの人ってなりますよね。サラリーマンの方が相手の企業のところに行って商談をしに行くような感覚ですよね、どっちかっていうと。そうですね。よく平野さんも動画でなんか論点思考だとかっておっしゃってるかと思うんですが、まさにそれに近くて、経営者の方を相手にプレゼンをするっていう力がやっぱりないとどうしても難しいですし、分かりやすい事例があったんですけど、建築系の仕事に就きたいって言ってる高校2年生ぐらい、高校3年生とかの女の子がいて、建築学科のある早稲田っていうここに行きたいっていう話を言ってたんですけど、その面談の時に、なんで建築に行きたいのみたいな話をしたら、家を作ってる人に憧れたみたいな感じだったんですが、掘り下げてみると、もうオートハウスみたいな家を売ってるそういう営業マンがすごいいい方で憧れたっていうようなことだったんです。それでお父さんの経営者の方が出てきて、面談でその校長と一般職の方と入ったんですけど、その時にそれって、建築の中でもこういう仕事なの、それともこういう仕事なの、結構違うと思うんだけどって言ってた校長さんがいらっしゃって、その経営者の方が次回からはこちらの方に面談をお願いしますって言われたっていうような事例がありました。なるほど。子供は建築ってかなり大きな枠で捉えてるけども、そのどこなんだってのを掘り下げていくと、ここだったっていうのが発見先ですね。そしたら経営者の方は、あ、この人分かってるわ、ちゃんと自分の子供の要望を掘り下げて言語化してくれたってことになりますから、もうそれはお願いします、お金も払いますっていう状態になるわけですよね。そうですね。やっぱりそこの部分の信頼っていうのが、この人はいい、この人は世の中のこと分かってないなっていうのがあると、大きな差になってくるかなと思います。トーマスに入るのも難しいと思うんですけど、入ってからも相当大変ですよ。だからなんかその
他の業界とかで活躍してた方が転職してくるっていうのも分かりますよね。じゃあ逆に言うと新卒の子ってちょっと舐められません？新卒の子ってやっぱり新卒感出てると思うんです。ある意味フレッシュだと思うんですが、逆に言うとまあ未熟に見えると、この未熟さが際立ってしまうとやっぱりこうどうなのって思われてしまうと思うんですけど、逆に若さを売りにできるというか、可愛いっていうんですかね、自分の部下ぐらいの年代の子でもうなんかあんまりごまかさずに言うし、この子可愛らしいなって子が年間とかですごい活躍することもあります。一生懸命さがなんかねフレッシュな感じが。確かに分かりました。いや、めちゃめちゃ細かく話してもらったんで、トーマスの仕組みよく分かりました。トーマスにやっぱ入って活躍できる人って教育とビジネスってのちゃんと両方兼ね備えてないとダメなんだなっていうことがよく分かりました。出世していくしみたいな。で、まあそれに対して給料も支払われていく、出世では給料が支払われていく。で、23で超えるとセコムが突入してくるっていうのが個人的にすごく面白かったですまあちょっと時間も時間なので、ちょっとトーマスのちょっとよろしくない面はマネだためで下に貼ってありますので、そちらの方でお願いします。では、参考になりました方、高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。